いっぺんにいろんなものが見られるっていうところで、家電製品から夫婦の、まあちょっと、夫への希望だとか保育園のことだとか小学校のことだとかが凝縮されているので、仕事をしてから何が起きるのかっていうのが、具体例として、そんな綺麗に働いてるわけじゃなくてがむしゃらに働いてるんだっていうことが分かるので、まず復職する前にシミュレーションできて使えるんじゃないかなと思います。